こちらの作品は今回の展覧会に合わせて書き下ろした最新作になります。今回は花の展覧会ということで、このサイズ感でこの花をたくさん楕円形に描いたものは今までになかったので、大きいお花のたくさんある絵を描こうと思いました。手の花が、なんとなくはあるんですが、そのもののように描こうとは全く思っていなくて、他の作品もそうなんですが、デフォルメした形で描きたいと思っています。タイトルは、長本花の一節から取らせてもらいました。ダマスク柄なんですけれど、壁紙のようなイメージで描いています。それが今までも同じモチーフで描いてるんですが、今回のものは少しこう全体に歪ませて、下にこうが模様が流れ落ちるような、水が上から下に流れ落ちるイメージで描いています。